立花木城、立花木城は、鹿児島県霧島市の国部平野北部にあった山城である。立花城、立花の城、総軍城、県、市宇都小城、上山城とも呼ばれる。国部平野北方に広がる春、ヤンバールと呼ばれる、白須大地と姫木城の間に位置する。城の基盤となる山体は、岩と火砕流による、溶血業海岸からなり、 東西850メートル、南北200メートル、標高は150から180メートルで、東側、南側及び西側は断崖となっている。西の城及び東の城と呼ばれる二つのクルワから構成される。西の城の山頂部には土塁に囲まれた本丸があり、南西へ抜き抜け、瀬戸と呼ばれる尾根を介して、姫木城と接続していた。本丸の東側に大手門、 西側に、カラメテモンを廃し、北部に水源があった。東の城は北東に春、ヤンバルと接しており、西の城と東の城の狭間に岩戸坂と呼ばれる道が通じていた。720年に起きた、ヤトの反乱において、早戸側が立てこもった姫の城は、この立花城と姫城を合わせて指していたと考えられている。1337年、肝付金茂、 のべ忠り大隅忠だらは、しげひさあを攻めたが退けられた。1352年から1362年に、かけて、島津氏久が攻めたものの最初死に退けられた。1483年、最初新助が、調査場の島津忠たを攻めて敗退したことから、城は明け渡された。1519年に、伊従院終わり神が籠城したが、翌8月に、 島津忠康の参戦を見て幸福市場は、本田地下の所有となった。1930年、西の城の下をトンネルで抜ける日報本線が開通した。1973年、山の上に送電線の鉄塔が建てられた。1993年8月1日から翌日に、かけての豪雨により西の城の一部が崩壊し、流下した土砂の中から、 中世の陶磁器や石臼が発見された。立花木城跡区用投資公式 HP、ハット AB、国部郷土資源館。ありがとうございます。